今日は千葉に行きますよ。あのうちの事務所のマスミちゃんって子がこうやって書くやつあるじゃん。書道。書道？書道の展示をやってて、それを見て、そのついでにちょっと千葉もあちこち見れたらいいなと思って。全然プランニングしてなかった YouTube の撮影を今しています。本当にあの都心のね高速が一番嫌い。怖がるよね。怖いよね。都心の高速運転したことある人いるだろうか。いるでしょそれは。そうだからね、私が次韓国行ったら本当免許、あの国際免許に変えてこようかなと思ってて。あそこに見える橋がレインボーブリッジでございます。今全然レインボーじゃないけどね。でもね、ここ取れちゃったの、ベルがかかんで。本当に空いてるわ。ここで合ってるよね。うん、合ってます。昨日からスタートしたんだよね。うん、なんかコーヒーとか売ってるよ。そうそうそう。マスミちゃんだよね、急に来ちゃったから。そうそう、マスミちゃんの作品ご紹介しますね。ね、はい、すごい可愛いから。北海道のヒグマにペインティングをしたクマと。このコラージュかわいいね。かわいいこれ私ね。はい、マスミちゃんです。カメラ回ってますよ。次ね、行くとこがあるんです。どこですか？さっきちょっと話にも出てたんですけど、うん、実はスケートリンクが近いんです。嘘でしょ？本当。行くの？うん、でも6時前だから急いで行かなきゃ。1時間だよ。まあ1時間乗る滑れば十分か。うん、ここ近い近い。嬉しいんだけど。すごく嫌だな。仕方ないわよ。どう？ちょっと違う。ちゃんとこれ、あ、ごめん。ちゃんと、うわ、これ全然溶かれてない。歯が。あ、そうなの？これ本当ちゃんと溶かないといけないんだけど、多分一般開放の人用の靴だから全然。おお。怖いこれ。遅い、よちよち。
どう？怖い。怖い？久しぶり、うん。でも2回目としては上手じゃない？まあね。さっきの一周よりは上手だと思う、ね、ちょっともう一回行けてみる。はい。おお、さっきより早い。確かに。さっきより早くなったね。すごいすごい。さっきより早い。上手じゃない？うん。さっきより早くなった。いいですか？もう一回。あ、ごめん。はい。いて。怖い。じゃあ行ってみて。おお、すごい。転んだじゃん。転んでみた。あ？転びました。どうしたの？滑っちゃった？怖くて転んだ。あ。危ない危ない。やっぱ無理ね。難しいね。スピンはね。残念ですけど今日はここまでね。はい。一回に全部見せてあげたらダメなのよ。そうなの？うん。おい早くし。滑っちゃう滑っちゃう。でも私ね、上よりこれで歩くのはもっと上手な気がする。一回見てみる。ヒールに慣れてるからじゃない？そうだよ多分。おおお、確かに本当だ。すごいすごい。フラフラしてない。確かにヒールに慣れてるから。おお。素晴らしい。はい、ちょっと待って。ああ、行っちゃった。楽しかった。はい、本当だ。しゃっ。でも楽しかったけど、ちょっと滑るだけでちょっと疲れちゃうね。まあね。うん、結構意外と運動になるかも。使わない筋肉使ってるから。うん、今日は千葉で久しぶりに、うん、ね、デートをしたのです。はい。
サプライズでアイスリンクも来れてすごい嬉しかった。すごい女優みたい。じゃあ今日も見てくれてありがとうね皆さん。またね、良い週末を。あ、そうだね、良い週末を。